Cześć, witam was na moim kanale. Lecimy dalej z serią Kapitan Tsubasa. Kolejny mecz przed nami, a zmierzymy się z Furaną. Dobra, jedziemy. Taikai 6日目。 全国47チームが参加して行われたこの大会もついに4校を残すのみとなった。大空翼を中心に大会3連覇を目指す前回覇者静岡代表南葛中学、チームワーク抜群キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学、地元埼玉代表、かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学、エース日向小次郎抜きにここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園、キーパー若島津は今大会失点ゼロである。全国の頂点を決める戦いまであと一歩、激闘の準決勝の幕が今上がる。準決勝後半、ついに均衡が破れる。先取点は明和東。東方ゴール前のこぼれ球に対し明和東の特攻スライディング部隊が発進、スライディングシュートで1点をもぎ取った。そして東方学園の名手ゴールキーパー若島津君、東方学園ディフェンス全国大会初失点だ。これで明和東が決勝進出へ一歩リード。一方東邦学園、準決勝までチームを引っ張ってきたミッドフィルダー澤田君が今日はここまで不調。元チームメイトの明和東の選手たちに動きが読まれており、ゲームが組み立てられません。3年連続決勝進出を狙う東邦学園、これは苦しい展開だ。こんな時キャプテンが、ヒューガさんがいてくれたら。待てヒューガ、この試合お前を使うつもりはない。ベンチに座れ、これは監督命令だ。命令。あんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。なぜこの試合に俺が出られない。ヒューガ、負けるなみんな、たかが言ってんだ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれみんな。キャプテン、俺は決勝戦には必ず出る。よしやるぞみんな、キャプテンの言う通りたかが言ってんだ。そうだ、取られたら取り返せ。さっ、よしキャプテンの力を借りずに勝つぞこの試合。あ、みんな、あっとここで試合終了の笛。2対1、東邦学園土壇場での逆転勝利。ついに目覚めた澤田君のパスを反町君が決め、さらになんと明和東ゴールへオーバーラップした若島津君のシュートでゴール。これで東邦学園3年連続決勝戦進出だ。やった、やりましたよキャプテン。ヒューガさん、よしよくやった、よくやってくれたみんな。全国大会直前にキャプテンの任務を捨て勝手にチームを抜けたヒューガ、それでも選手たちはこの日向小次郎を信頼している。くそ、
ヒューガのいない東方なら絶対に勝てる自信があったのに。いや、やはりヒューガの力は大きかったよ。今日の試合、ベンチのヒューガのあの劇がなければうちはあのまま逃げ切れていたかもしれない。東方はやはりヒューガだよ。タケシ、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、明和 FC の後輩。は、はい。若島津、明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺。おお、頑張るよ。明和東、さすが小さい頃キラ監督に鍛えられただけあったぜ。東方はこれまでヒューガ君がいない分、それをみんなで補って戦ってきた。そのため選手一人一人がレベルアップし、一戦ごとにチームワークも磨かれている。もし初めの試合からヒューガ君が出ていれば、みんなきっとヒューガ君を頼って試合をしたに違いない。でもいないから、いないからこそ自分たちでやらなくてはという気持ちが生まれてきたんだ。そして今、東方の選手全員、恐ろしいほど実力がついている。そしてここにヒューガ君が加わったら、今日の相手フラノ中は攻守に粘り強いチームワークを武器とする強敵だ。その中心はキャプテンの松山。彼のプレーがフラノ中の出来を左右する。つまりその松山を抑えて中盤を支配すれば、おのずとこちらのペースになる。はい。うちもチームワークでは負けていない。相手が粘るならこちらはそれ以上に粘るんだ。いいな。はい。大丈夫か翼、怪我の。うん、足も肩も昨日より全然いいよ。とにかくあと2試合、体が粉々になっても俺はやるよ。翼がそこまで燃えてるんじゃ、俺たちもやるしかねえな。暑いけど今日も頑張ろうぜ。ああ、今日が今大会最大の難敵と言っていいだろう。明日のことは考えず、この一戦に全力を挙げてぶつかるんだ。はい。その難敵南葛、怪我をしているとはいえ中心はやはり大空翼だ。しかし翼さえ抑えればなんとかなる。そのマーク、今日は頼むぞ松山。はい、任せてください。よし、じゃあ例によってスタミナドリンクを飲んで試合に臨むか。マネージャー。どうしたマネージャー。あれ、マネージャー何持ってるんだ。ええ、実はみんなにハチマキを作ってきたんです。teraz każdy dostanie opaskaハチマキ。でもどのチームもハチマキなんかしてないから。どれ、見せてみろよ。あ、へえ、全員分作ったのか。大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカだったよな。そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。うん、賛成賛成。なんか気合い入るな。うん、目立っていいじゃないか。松山君、これ一本ずつにみんなの背番号を刺繍したの。お、本当だ。ありがとうなマネージャー。うん。
wiadomo jeszcze coś tam będzie miał wyszyte. Ciekawe, czy to będzie pokazane później. さあ、間もなく始まります。準決勝第2試合、北海道代表富良野中対静岡代表南葛中の試合。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日東邦と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。おっと、富良野は全員ハチマキを締めての入場です。それだけ打倒南葛にかける意気込みがあるのでしょう。翼、富良野のサッカーの集大成、打倒南葛、今日果たさせてもらうぜ。松山くん、俺は負けないよ。あと2つ、必ず勝つ。俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。優勝候補の南葛と東邦、ここに富良野が劣っているのは得点力だ。守りとチームワークはどこにも負けていない。だから得点力さえつけば全国制覇だって必ずできるはず。しかし俺には翼やヒューガのような天性のサッカーの才能はない。だから必死で練習してきた。才能のない奴は努力するしかないんだ。その努力必ず実らせる。翼くん、怪我がひどくなりませんように。行くぞ翼。怪我をしていても容赦はしない。俺は負けないよ松山くん。みんな、キャプテンもフォローだ。俺たちも翼に頼るだけじゃない。南葛のチーム力見せてやろうぜ。激しいタックル。そんな、山村くん横に出して、ここは体ごとぶつかっていった。それは翼くん、センターラインを越えて詰め込む。これは南米式のドリブルだ。それ秋山くん、パスを出します。ドリブルで突破。決まった。中盤を制する者が試合を制する。中盤は支配させない。あとドリブルを見送る。もらったね。素早く横にかわす。ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。ダブルシャオ、jeszcze lepsza obrona。パントキック、どこまで運べるか。小田くん、ロングパスを受けます。高杉くん、ここは抜かせません。長野くん、横にかわして突破。ここからセンタリング。木杉くん、ロングパスを受けます。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ、ドリブルで突破。いけ、体ごとぶつかっていった。鋭いスライディング、ザポイント、ザポイント。高杉くん、ここは抜かせません。あとドリブルを見送る。木杉くん、ここはパスを出した。素早くつなぎます。このパスは通らない。チャージが決まった。ボールを奪った。翼くん、激しいタックル。ここはパスを出した。木杉、行け。長野くん、ここからチャンスを作るぞ。横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。小田くん、
横にかわして、うわあっと奪い返した。翼クラノ、ここからカウンターを仕掛ける。私はまさか横をすり抜くんだ。高杉くん激しいタックル。松山くんボールを奪うことができません。かわして振り切った。杉くんシュート、これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。杉くんここで奪った。そこで、この位置でパスカット。あっという間に前半の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ドリブルでボールを運ぶ。チャンスが決まった。パスを回す。守備陣の隙間を狙う岩見くん、ここは抜かせません。さあ、かわして振り切った。ここからセンタリング、長野くんセンタリングに合わせる。パントキック、どこまで運べるか。なんだ、ここは戻りながらのディフェンス。チャージが決まった。ふわくん、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。ここでチャンスを潰します。翼くん激しいタックル、得意のヒールリフトで抜いた。体ごとぶつかっていった。よし、佐世くん素早く横にかわす。ドリブルと見せかけてパス。ああ、ダバイザイ、ダバイ。長野くん、ここで止めた。それ南葛、ここは俺が必ず奪い取る。キープ力では負けんぞ、翼。タキ君パスを回す。キスギ君パスを出します。翼君、これは南米式のドリブルだ。このボールに飛びつく。加藤君、ボールはまだ生きている。チャージが決まった。よし、松山君素早く横に飛す。長野君、これは抜かせません。シュートだ。ダブルセンターもかし。パントキック、どこまで運べるか。小田くん、みんな上がれ。なだれ作戦だ。チームアイスボールを目指す。なだれ攻撃だ。おっと、クラノ中全員が前線に上がる。タチくん、力をためて強烈でシュートだ。なんとか防いだ。ブルチェかわして振り切った。翼くん激しいタックル。中澤くん横にかわして突破。敵陣を切り裂く。あ、これで中澤くんゴール前に持ち込んだ。パントキックで大きく蹴り出した。頭でつなぐ。ドリブルと見せかけてパス。タチくん、ここはパスを出した。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。シュート、このシュートは枠を逸れた。クラノ、ゴール前からどう展開していくか。ロングボールを送る。頭でつなぐ。体ごとぶつかっていった。翼くん、激しいタックル。これを見よう、必殺のシュートを上げた。ボールに飛びつく。加藤くん、ボールはまだ生きている。ここでボールを受けます。かわして振り切った。タキ君ゴールに投げた。イエス、ゴールすぐに決まった。よし、このシュートを決めてきた。よし、エレガンツゴール。杉君、ここは抜かれません。若松君、ボールを狙うも届かない。さあ、かわして振り抜く。このクロスは通るか。ここでチャンスを潰します。体ごとぶつかっていった。キスギ君、渾身のシュート。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、お箱のヒールリフトだ。キスギ君、スルーパスを狙う。翼くん、ボールダッシュ成功。シェルバ、
ここで早くも試合前半が終了。前半をリードで折り返す南葛。Jest dobrze, jest dobrze, 1-0. よし、みんな汗を拭いて後半も頑張れ。はい。翼、まだいけるか。はい、大丈夫です。俺は負けんぞ。この日本では絶対に負けん。みんなの信頼に応えるためにも、昨日完成したドライブシュート、後半はこれで決める。翼は怪我を隠して戦ってるに違いないんだ。翼の分も俺たちでやるんだ。さあみんな、後半も気を引き締めていこう。今日勝たなければ明日もない。だから今日全力を出し切ってフラノを倒そう。もちろんだ翼、俺たちも一戦一戦全力を尽くして戦うぜ。力を温存するなんてことは考えてないぜ。俺たちは負けるわけにはいかない。前人未到の全国制覇 V3 は俺たちの手で成し遂げるんだ。ああ翼のワンマンチームと言われてきた南葛、しかしそんなことは決してない。翼が怪我でいつものプレイができなくても、みんなでそれを補って助け合ってここまで勝ち進んできたんだ。そして翼もキャプテンとしてみんなの上に立ち、チームのために痛みをこらえ懸命にプレイをしている。わしは言えるぞ、この南葛こそまさに日本一のチームだ。昨年まで2度日本一の座に輝いたが、わしは今ほどこのチームの監督をやってよかったと思ったことはない。ベンチのわしは何もできん。みんなあと一息頑張れ。みんな後半もいつもの調子で粘っていけ。暑さなんかに負けるなよ。はい。よし行くぞみんな、明日のことなんか考えるな。後半も全力で戦うぞ。ああ頑張れみんな。暑さに弱いだとか、試合の後半にバテるだとか、優勝を狙えるチームの出現は難しいだとか、いろいろ言われてきた北国チーム。でも見るがいい。連日の暑さの中、堂々準決勝まで勝ち進んできたこの連中を。松山以外目立った選手はいない。でもやればできるんだ。練習量ではどこにも負けない富良野中。わしはお前たちに勝たせてやりたい。みんなを支えリードしてくれ松山。どんなに大変な怪我をしていても全力でプレイする翼くん、私には祈ることしかできない。これ以上怪我が悪くなりませんように。富良野中が負けたら私はすぐにアメリカに。でも今はそんなことよりみんなを勝たせたい。今日まで頑張ってきた松山君たちに勝たせ。火花散る両チーム、両キャプテン同士の戦い、果たして後半どのような展開を見せるのか。みんな、向こうが全員攻撃で来るならこっちもフォワードからディフェンダーまで南葛の総力を上げて戦うぞ。ああへい、こっちだって負けてないぜ。攻める時も守る時も俺たち富良野は一心同体だ。イレブン全員で戦うぜ。なあみんな。ああ負けんぞ翼。俺は負けないぞ松山君。dobra, to jedziemy z drugą połową. Co? 注目の後半戦。
かわして振り切った。フラノスも手ごわね。ここからチャンスを作れるか。チャージが決まった。ベンディ様、松田君、ボールを狙うも届かない。翼君、激しいタック。木杉君、スルーパスを狙う。敵陣へ攻め込みます。あとドリブルは見送る。これはタッチを割ります。スローインからの再開です。バタールに近藤君、このパスをカットします。南君、ここは抜かせません。佐瀬君、ボールを奪うことができません。サントキック、どこまで運べるか。松田さん、激しいタックル。ネフタストロンナ、松山君、荒わしのようなドリブル。ドリブルで突破。山本君、パスを出します。翼、高杉君、激しいタックル。翼君、ボールは友達、渡しません。このスルーパスは通るか。やばい、タッキー。このタックルは不発に終わります。タック君、センタリングを上げた。ここだ。見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ここでパスカット。これは南米式のアリーナ。ボールは飛ばし、渡しません。翼くん、シュート。リンクに鮮やかにゴールを決めました。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。どうだ。何、行くぞ。エレガンス。おい、翼、どうした。仕事そう。今のシュートが肩に響いて。翼、松山君、大丈夫だったか。翼、ありがとう。松山君、礼には及ばないぜ。俺としたってなるだけベストの体調のお前を倒したいからな。やっぱり南葛は強い。チームとしてもしっかりまとまっている。チームワークでも勝てないのか。どうした、みんな何弱気になってるんだ。まだ時間はあるじゃないか。キャプテン、さあ行くぞ。試合はこれからだ。あ、はい。行くぞ南葛。そら、山室君、ロングパスを受けます。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。佐瀬君、パスを持って。木杉君、ここは抜かせません。若林君、横を振り抜けた。なんだ、かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。松山君、激しいタックル。それ、長野君、パスを出します。横を振り抜けた。俺が翼に勝てば流れがフラノに来る。松山君に勝って南葛ペースにするんだ。はい、スライディングでカット。ドリブルで突破。翼君、それ、チャージが決まった。ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。あっと、奪い返した。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す。なだれ攻撃だ。かわして振り切った。それ、伊沢君、ここはパスを出した。翼君、狙いすましたパスを取る。キスギ君、横にかわして突破。あ、もう軍法出したから近藤君、パスを出す。チャージが決まった。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところはここだ。翼くん、ゴールを狙う。チャンスが決まった。加藤くん、ゴールを守った。
ントキック、どこまで運べるか。クラッシュ振り切った、それ体ごとぶつかっていった、それ。ハク君、ここはパスに切り替えた。長野君、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る、このスルーパスは通るか。タキ君、横にかわして突破、センタリングに合わせる、これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。翼君、素早く渡る。キスギ君、渾身のシュート。横突きで鋭く反応。加藤君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。翼、いや、体ごとぶつかっていった。狙いすましたパスを送る。ここからセンタリング、長野君、クロスに合わせに行く。やばいやばい、こぼれ球をものにした。激しいタックル。よし翼、これが最後だ。松山君、俺は負けん。勝負だ。センタリングを上げた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。松田君、激しいタックル。松山君、嵐のようなドリブル。野田君、ここは抜かせません。長野君、スペースにパスを出した。アウト。この位置でバスケット。このクロスは通るか。このセンタリングをものにするか。ゴールを守った。パントキックで大きく蹴り出した。激しいタックル。あとドリブルは見送る。横をすり抜けた。急ぎ、ゴールを狙う。加藤君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。チャージが決まった。かわして振り切った。松田君、はい、激しいタックル。伊沢君、翼君、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。小田君、ここはパスを出した。やっと奪い返した。ドリブルでボールを運ぶ。この位置でバスケット。伊沢君、ボールダッシュ成功。これが本物だ。松山君、キャプテンを信じろ。ゴール前へ行くぞ。翼だけに頼るな。俺たちが助けるんだ。フラノ、これは行け。チーム全員で相手ゴールを目指す、なだれ攻撃だ。なだことぶつかっていった。キスギ、このパスをトラップ。松田君、タチ、ボールを狙うも届かない。タチ君、センターラインを越えて攻め込む。このタックルは不発に終わります。センタリングを上げた。両雄、ここで激突。空高くで火花を散らす。両者もつれるように落下。ここで試合終了の決めだ。南葛、明日の決勝戦へ進出決定。Jesteśmy w finale. 前人未到の3連覇までついにあと一歩まで迫りました。どうした翼、勝者が倒れちゃしょうがないぜ。松山君、しかし翼、お前という男は、お前という男は最後の最後、本当に最後まで勝負を捨てないんだな。その象徴があのドライブシュートだ。ゴールポストに跳ね返ってもなお死なずゴールに飛び込むとはな、まさに翼自身だよ。さあ、しっかりしろよ。
お前にはまだ明日が、決勝が残ってるんだ。ありがとう、松山君。さあ、立てみんな。今まで応援してくれたスタンドのみんなに最後の挨拶だ。キャプテン、みんな整列だ。応援団のみんな、ありがとうございました。ありがとうございました。よくやったぞ、フラナ。敗れてもお前たちのチームワークは日本一だぞ。健闘むなしく敗れ去ったフラノの選手が今応援団に挨拶です。しかしここまで本当によく戦いました、雪国の爽やかな選手たち、フラノイレブン。松山光、敗れたとはいえお前立派な男だ。俺たちのサッカーは終わった。マネージャー、せっかく鉢巻き作ってくれたのに、ごめん。これは、やっぱテラスしてた。鉢巻きの端っこにこんな小さく、しかも目立たないように。どうしたんですキャプテン。キャプテン。監督、マネージャーは。マネージャーならついさっきお母さんが迎えに来て出て行ったぞ。なマネージャー、今日これからすぐにお父さんのいるアメリカに立つんだそうだな。お前たち、ずいぶん世話になっただろう。だから、戻ってきたら挨拶させようと思ったんだが、時間が。おい、松山！車は？きっとまだどこかに。あの車か。藤沢！藤沢。手はもなてをパスせ。藤沢。I love you, ヨシコ。ターゲスト。松山君。No właśnie, pani me było, że spotkali się jeszcze na. 最後にちゃんと。na lotnisku. もう。藤沢。No i spotkali się.どうやら間に合ったみたいだな。どうして。お前が車で行った後、サッカー協会の人が車で送ってくれたんだよ。できるだけスピードを出してもらってさ。松山君。あ、松山君、足から血が。え、ちょっと待って。ああ、いいよ。ハンカチが汚れちまう。ダメよ。だってこんなに血が。こうやって傷の手当てしてもらうの、これが最後だ。松山君はいつも無茶なプレーするから、一番怪我が多かった。思い切ったプレーと言ってほしいな。
しばらく押さえといて。サンキュー、マネージャー。どうしたんだよ。だってこんなところに急に現れるから。なんだよ、お前が行けないんだぜ。サッカー場の前からタクシーを追いかけて藤沢って呼んだのに、気がつかずにそのまま行っちまうから。この傷だってその時アスファルトにつまずいてさ。おい泣くなよ。泣くなってば。涙拭けないじゃないか。お前のハンカチ俺の膝の上にあるんだし。松山君。元気で行ってこいよな。このハチマキ、お前との記念に大事に取っておくよ。ありがとう。遅いなキャプテン。どこまで行ったんだろう。まさか空港まで追いかけて行ったんじゃ。でもそんなお金持ってないだろ。どこだった。なんだこの番号、どこからだ。はい、もしもし。監督。松山。すみません監督。お前本当に空港まで。これからサッカー協会の人に送ってもらいますので宿舎に戻っていてください。よし、わかった。キャプテン、空港まで行ったのか。まあ諦めないってのはキャプテンらしいといえばらしいな。そういえば藤沢がキャプテンをってのはなんとなく察してたけど、キャプテンは藤沢をどう思ってたんだろうな。これは帰ってきたら質問攻めだな。ほどほどにしておいてやれよ。まったく、あれほど言ったのに無理をしよって。明日の試合に出れなくなってもわしは知らんぞ。でも無理をしなければ今日の試合は勝てませんでした。絶対に勝って明日の決勝に出たかったんです。本当にお前というやつは。今日勝てたのは先生のおかげです。先生の治療とこの肩の包帯に書いてもらった必勝の文字のおかげですよ。先生そんなもの書いたんですか。ああまあな。先生ここに必勝って書いてくれませんか。必勝。俺は今日の試合必ず勝たなくてはならないんです。勝ってヒューガ君との決着をつけなくては。しかし東方のヒューガはこの大会全く試合に出ていないじゃないか。ええ、でもヒューガ君には必ず明日の決勝には出てきます。俺の日本での最大のライバルはヒューガ小次郎。そしてこれがヒューガ君との日本での最後の勝負になるんだ。先生。ん？明日の決勝戦、無理だと言っても俺は出ますからね。明日の朝スタジアムで治療するのも面倒じゃろ。今晩はわしの病院に泊まっていけ。はい。決勝は予想通り南葛対東方、大空翼対日向小次郎になったな。しかし気がかりなのは日向だ。明日の決勝に日向は出るのだろうか。出たとしても
大空翼に比べてどの程度成長しているのだろうか。はっきり言ってこの2年ヒューガの伸びは期待に反して少なかった。小学生の大会、あの燃えるような闘志で翼、美咲、若林を苦しめた。しかし中学に進んでからはあの時の飢えた獣のようなハングリーなサッカーは姿を消しつつある。日本のサッカーのために俺は心底願う。猛虎ヒューガ小次郎の復活を。ブラジルへ旅立つ翼、その翼のいなくなった日本を任せられるのはヒューガ君しかいないんだ。わし宛ての手紙、これは前略、東方学園監督北爪誠殿、この度はお願いがあって筆を取った次第です。北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやってください。己を鍛え直すために沖縄に来いと日向を誘ったのは私の方なのです。キャプテンとして大事な時期に無断でチームを離れた責任は確かに大きいでしょう。しかしそれは自分を強くするため、東方を強くするため、その一心で起こした行動なのです。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い許していただけるでしょうか。監督、話があります。なんだ。これはみんなで話し合って出した東方サッカー部全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないのなら、俺たちは明日の決勝戦出場をボイコットします。キャプテン、ヒューガさん、監督、本当はこんな真似死んでもしたくねえ。でも俺にできるのはこれしかねえ。キャプテン、土下座なんてそんな。お願いします、どうか俺を試合に出してください。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、キラ監督の指導を受け、いつどんな時も闘争心を持ち続けることを骨の髄まで叩き込んできた。俺を鍛え直してくれたキラ監督の思いに応えるためにも、何が何でも決勝に出なきゃならねえんだ。監督、僕たちからもお願いです。ヒューガさんを試合に出してください。キャプテンは確かに無断でチームを抜けました。でもそれは明日のために、打倒南葛のために、凄まじい特訓をするためなんです。お願いします、監督。キャプテンを出してあげてください。お前ら。全員グラウンドに出ろ。え？ヒューガ、この東方はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。監督、それは。その原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、
ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができればお前を試合に出そう。そのことは。ただし、この3人がお前を試合に出させたいために手を抜いた場合、出場は認めん。わしの目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。はい。準備はできたか。はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力で行きます。俺は試合に出る。このタイガーショットで翼を倒すんだ。これは何？Dzięki za oglądanie.